紀元前197年のイベリア半島代々が、ヒスパニアキテリオル緑が、ヒスパニアウルテリオルヒスパニアキテリオルは、ヒスパニアに置かれたローマ帝国の属州の一つ。こちら側のヒスパニア、近い方のヒスパニアを意味する。ヒスパニアキテリオルの範囲は、イベリア半島の地中海岸であり、その南端は、カルタゴノバの町である。大まかには、 今日のカタルーニャ州とバレンシア州の範囲が含まれている。カルタゴノバより南にはヒスパニアウルテリオルがあり、ヒスパニアウルテリオルは向こう側のヒスパニアを意味する。今日のカルタヘナ・アウグストゥスによる続集再編後のヒスパニア第二次ボエに戦争中の紀元前209年、ダイスキピオはイリッパの戦いでカルタゴ人に勝利し、地中に収めた町をカルタゴノバと命名した。 このローマ軍の勝利により、ローマはカルタ五人のヒスパニア南部での進軍を阻み、エブロ川までのヒスパニア地中海岸を手に入れた。第二次ポエに戦争終結から4年後の紀元前197年には、ヒスパニアキテリオルとヒスパニアウルテリオルという二つの属州が設立された。ヒスパニアキテリオルの統治者はこの地域より西側に住んでいたケルテベリア人と何度か戦い、 第一次ケルティベリア戦争などが起こった。紀元1世紀末、アウグストゥスはヒスパニアの属州を再編成し、ヒスパニアキテリオルはより大きな範囲のヒスパニアタラコネンシスに置き換えられた。ヒスパニアタラコネンシスは、ローマ人が征服したヒスパニア中央部、北部、北西部を含んでいる。アウグストゥスはまたヒスパニアウルテリオールをヒスパニアバエティカと解消し、 ヒスパニア第3の属州としてヒスパニアルシタニアを新設した。ありがとうございます。